どうしようかな。最近ね、お肌の調子がものすごくよろしくてですね、おはようございます、すごくハッピー、よき、ね、ちゃんとね、もっと水分取らなきゃ、お口から乳液とかね、化粧水は割とちゃんとしてるんですけど、おはよう、顔かけエンディング液でちょっとどっぷり、よし、OK かな。そしたらファンデーション、いつまでとってもさ、この赤いの消えないんだよね、困ったもんだ。あと残っちゃったね、本当に。今日さ、起きたらさ、雨の音がしてさ、ショッキングだった。起きたら、そう、なんかね、雨降ってんの。雨降ってるとさ、行くのめんどくさくなるじゃん行くんですけど、仕事はね、ちゃんと仕事とか行くんですけど、やっぱりなんかちょっとね、行きたくないな。降ってんのか、ちょっと外出たくないよねみたいなさ、あるじゃないですか。なんか降ってる。そう、私も降ると思ってなかったからさ、びっくりしてさ、ん？降ってんの？と思ってさ。
やだわ。今日晴れだと思ってて普通に。なんか最近そんなさしっかり天気予報を見なくなったからさ、皆さんぜひイベントご協力お願いします。全部で1位目指してるので、はい、なんかバタバタっと急に決めたイベントだったんですけど、ぜひご協力いただけると嬉しいです。お願いします。スノーマンとイエティクマを集めてます。ぜひご協力お願いします。ギフトありがとうございます。
ありがとうございます。いい感じ。そしたらキラキラのグリッター現在イエティクマが33です。名前がありがとうございます。教えてくれて。こんな感じ。ラメグリッター、ちょっと暗いから見づらいよね。こんな感じ、かわいい。はいよ。まつげ、今日まつげのマスカラめっちゃ綺麗。
はよう。メイクの時間のメイク最近してないよ。寝てる。この時間まだ7時か7時半に起きてる。うん、でご飯食べて準備してから筋トレして家出るみたいな、そんな感じ。本当になんかメイクはした方がいいから したいんだけど、やっぱりなんかどうしても睡眠時間優先になっちゃう。やっぱ忙しいとさ、なんか睡眠時間取れなくていいとさ、なんていうの、なんか仕事に支障をきたしちゃうからさ、やっぱりどうしても眠ってなかったさ、目が開かなくなっちゃうので、そう最近寝てることが多いから時間。ね、やっぱりなんかその働く上ではね、やっぱり多少のメイクは必要だと思うんだよ、身だしなみとしてね、本当はね。私、うん、まあ私はね正直あんまりしてなくても、してても気にしないけど、他の人が、うん、なんだろう、なんかそういう感じかなってなんとなく思うから、思ってなんかやらなきゃなと思ってたんですけど、それと。でも意外とバレてなかったっぽい。バレてなかったというか、うん、あ、この前さ話してて、仕事先の人と、その時に、あ、やばい、すごい、いつもメイク何してるのみたいな言われたんですよ。だから実はなんかメイクしてないんですよ、本当に全然してなくて。だからさ、髪の毛もさ黒色だったじゃん。
そう、髪の毛が黒かったから、なんか眉毛も基本的にいじる必要がなかったんですよ。なんか本当にすっぴんだったんですけど、あ、何もしてないんですよって言ったら、あ、何もしてないの嘘って言われて、あ、意外とバレてないんだ私と。なのに前からさ、メイクしてもあんま変わんないって言われることは多少あったからさ、うん、そういう風に見えてたのかなと思ってね、嬉しいことですね。でもなんか松葉だけしてって、そう、なんかまつげ上がってるだけでも全然印象変わるので、そう、松葉してるんですって話をねしてました。私の中では結構メイク変わってると思うんですけどね、がっつり濃くしてるつもりでは、アイドルの時のメイクだからさ、割と濃くなったなと思ってるんですけど、意外とそうでもないようで薄くはないと思うんだよね。でも2人ありがとうございます。ぜひイベントご協力お願いします。おはよう。おはよう。鼻がかゆい。オッケー、メイク完成ポーズの取り方がギャル。
足がしびれた、痛い痛い痛い、汗が滑る、すごい、なんかずっと電気ついてんだけど、よし、ちょっとね、髪の毛を結びます。最近はね、ちゃんとドライヤーしてますから、本当に。そう、めっちゃ髪伸びたんですよ。ほらね、伸ばしますよ今のところ。本当にそう、美容院の人にもね、髪の毛の話聞かれるときに、髪の毛伸ばす予定ですかって言われて、伸ばしますってね、もう言ってきたからでしょ。ありがとうございます。おはよう。オッケー、あとはあとでね、アイロンして終わりでございます。もうタイルカーペット浮いちゃった。オッケー。今何時？よし、そしたら30分になったらね、25分になったら、それは25分になったらランキング読んで終わります。この後ご飯食べてね、準備して筋トレしてお仕事行ってきます。ん？髪の毛ついてる。今日天気悪いからな、お客さん今週ずっとこんな感じって言ってたよね。ギフトありがとうございます。おしゃめってことでしょ。おはよう。仕事何時からでしょう。朝ごはんもわかりません。何か朝ごはんあるもので済ますんで、
今週のお天気、雨だね、結構雨だね、ちゃんと雨だね、やだねやだね。はい、イベントしております、ぜひご協力お願いいたします。はよね、晴れマーク全然なかった今週1週間、日曜日まで1日だけちょっとあったんだけど、晴れマークっていうほど晴れじゃない。来週もまあなんか天気めっちゃいいとは言えない天気してるね。雨は降らないけどみたいな曇って、まあね、暖かい格好して、ね、雨に濡れないように行ってきます。最近はタートルネックにトレーナーに、あくび出ちゃった、ごめんなさい、トレーナーにカイロしてズボン履いて生きて出かけてます。じゃあまた暑くなる、暑くなる、マジなんかもう天気ほんとやばい、天気というか気温なんかもうバラバラだね、マジ体調崩すからやめてほしい、やだね。まあ皆さん本当に体調気をつけて少しください。25分、はい、ということでね、これで本日の朝配信を終わりたいと思います。13位ピーコス、32位コウタ、31位ヨシオ、30位カイさん、9位サルキチ、38位さようなランタンさん、あーそういう意味ね、ね、さくらのお友達さん、6位ライラクさん、5位ユーゴリーさん、4位ユーボーさん、3位カシブルさん、2位ケンケンケンさん、1位ユツさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ケンケンケンさん、ライラクさん、カイさん、コウタさん、クヨウさん、ランタンさん、サルキチさん、カシブルさん、キョンさん、ピーコさん、ユーボーさん、ヨシオさん、ユーゴリンさん、さくらのお友達さん、ユータさんです。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。ということでね、本日も朝早くからありがとうございました。はい、また夜もね配信しますので、お時間ある方はぜひぜひお願いいたします。はい、ね、イベントね今16かな、もっとねいい順位で終われたらいいなと思うので、もちろん目指すは全部で1位なので、ご協力いただけると嬉しいです。はい、それでは皆さんもね体調気をつけて、本当にあったかくしてお仕事行ってきてください。はい、それでは皆様いってらっしゃい、あおーびっくりした、いってらっしゃい、私も行ってきます。またね、ありがとう。ありがとう、またね、ファイティーン。